定ですけど、これは神奈川公文書館にあるので、もしはこちらお読みに行こうと思います。先生は字が気になったんですね。ワシントンの花とも言いました、まあ、外交にありましたので、ね、はあ、それであの持つ胸に次男の純吉さんという人が一兵衛さんの養子に入ってるんですね、まあ、その後あの虎之助さんという本当の子供が生まれたんですが、純之助さんは35歳の時に亡くなりまして、それであの陸奥宗光の遺産を受けた時にこちらの方を陸奥純吉さんが受けて、それであのまあ、養子ですが古川純之助になったんですが、その時に一応あのこちらの方も古川という名前になったと、うん、あの陸奥純吉さんですね、してきました、うん、それでこちらが一応なったわけですね。まあ、ここは一応書斎としてまして、まあ、ここからですねあのよく座って庭を眺めたと、素晴らしい庭だったと。もしよったらすぐあちょっと座ってみて味わってみてください。まあ、この手からぜひ庭の方もご覧いただきたいと思います。次の方今ですね、向こうの畳の廊下の向こう側に板の廊下があると思うんですが、結局あのここからですね、すぐ海に行かれたんですよね、うん、海水浴まで行ってそこからあの、まあ、少し砂がついたりしますよね、うん、ですからあそこ の板の廊下を行ってあの足洗い場まで行かれると、そういうふうな作りになってます、うん、ですから畳を汚さないで、うん、行かれるとい、ここにあのありますよ、ね、これあの古川一兵衛さんを中心としたあれですね、胸に一つの関係ということで、これがまあ両国人ですよね、これが広吉さんです、長男ですね。でこれがあの養老所だったこの純吉さん、これはあの陸奥さんの次男ですね。35歳で亡くなっているそうです。その後実際にこの虎之助さんが二代目長になったわけです、うん。それからそこにあの三面鏡が置いてありますけども、あの当時あの大正天皇の天皇皇后陛下が旅行にあのおいでになった時に天皇皇后が使った一応これが鏡台だそうです。ここにあの手紙が書いて ありますけど、あまりうまく私読みませんけども、あの古川一兵衛が留学中の、近藤陸三郎に宛てた手紙だそうです。
近藤俊二足尾銅山という工業所の所長になって、一応足尾銅山の鉱毒事件に一応尽力した方だということで、足尾銅山と言いますと、いわゆる鉱山を掘って、台風が来て、その鉱毒が流れてしまったということで、世の中から批判が出ましたけれども、その対策をして、お寄せる傾向、側へ行かないような形で、一応対策を出たということです。こういうところをご覧になってるね、網代網でしょうね、こちらね。でも、凝ってるんですけど。足を渡った場所だと思います。こちらも味の天井になってますね。やはりこういう作りは、当時の高級な作りだったと思うんですが、